皆さんいかがお過ごしでしょうか。女子パウロ会のどうしてシスターにのコーナーです。今回はシスターパオラマリア長坂清子さんの小学生の願いをお話しいたします。小学生の頃、生き生きとしている父を見ていて、自分の一番したいことが生涯の仕事となればどんなに素晴らしいことだろうと思っていました。すべての勉学が受験を目指しているような高校生活のあり方にとても疑問を感じ、本当の真理は何だろうか、どこにあるのだろうかと真剣に考えていました。1年生の1学期に自分の本箱にあった「真理とは何ぞや」を一気に読破し、その夏休みにカトリック教会に出かけていきました。まず教会の図書にあったルフォール、クローニン、グレアム・グリーンなどの文学書を読み漁った後、ここに真理があると直感してカトリック教会の教えを学び始めました。こうして高校卒業時の復活祭に洗礼を受けました。その喜びがあまりに深かったため、この喜びを多くの人に伝えたいと強い促しを感じ、これが実現できるための道をお示しくださいと心底祈りました。本を持って家庭訪問もしながら教会を紹介しているパウロ会のシスターたちと出会い、これこそ私が探してきた生き方と思い、洗礼を受けて5年目に入会しました。今生涯をかけ福音に生き、伝える使命をいただいている聖パウロ女子修道会にあって、小学校の頃の願いを叶えてくださった神様のお心にびっくりしています。